さらにオフサイドはない、加藤1対1抜いた、加藤のシュート、ゴールした、決定的チャンス、100人中100人が決まったと思ったでしょう今のシュート。後半に42分、エース加藤がここで決定的なシュートを外してしまいます。ゴールの審判まで抜いちゃったから、すまね、急ぐことはなかった。